にちは、戸田果樹園の戸田祐希です。今ですね、ベニーマドンナの、木の横に、立っておりまして、果実袋の書き方のポイントを、簡単にご説明していきたいと思います。はい。では、3つ、ございます。1つ目はですね、この袋の、ですね、この締め口というかですね、ここから雨が入らないようにしっかり金具で留めるということでございます。雨が入るとですね、マドンナ皮が非常に薄くてですね、水腐れしてしまいますので、雨が入らないように、留めるというのが一つ目でございます。二つ目がですね、袋でですね、この穴が開いている袋を使うというのが二つ目です。蒸されてしまいますので、しっかりこう穴が開いてね、通気性のある、ものを、使います。で、松山中央の JA さんではですね、もう下が完全にパックリ開いているような袋もありまして、そんなのを、使っているようです。三つ目ですね。マドンナはですね、トゲがございます。なので、それに注意をして、袋掛けしていただきたいんですけれども、ですね、例えば、ここ、これトゲがあるんですけれども、まあ、ここはね、まだ小さいんですが、こういうのはね、できれば、花皮を傷つけたりとか、私たちのところで言うとですね、果物狩りなんかも、したいなと思っているので、剪定バサミかなんかでですね、ご除去していくというのが大事でございます。まあ、同時にね、枯れ枝もあるんで、枯れ枝は、ここ欠けてないね、これ。あ、これも欠かってない。2個欠け忘れとる。これ3つ目が欠け忘れに注意ですね。はい。で、夜露なんかでですね、濡れてるときはしっかり乾いて、から、かけてください。濡れているとですね、これも水腐れになりやすいので、というポイント以上、4つでございます。まとめますと、1つ目は、この閉める口のところをですね、しっかり、止めるっていうことと、2つ目は、通気、性が、あるものを、ある果実袋を使うということと、3つ目はですね、トゲを、除去するというのと、四つ目がですね、かけ忘れをないように、まあ、ダブルチェックなどをしていただければと思います。あそこもね、ちょっとかけ忘れありますね。今、やってみて気づいたんですけどね。はい。以上。はい。ちょっと早口で申し訳ないですが、マドンナのですね、袋かけのポイントでございました。ありがとうございます。3、2、1チャンネル登録よろしくお願いします。